西改札口三崎公園駅は、兵庫県神戸市兵庫区金平町一丁目にある、神戸市営地下鉄海岸線の駅である。駅番号は、K07。駅イメージテーマは、ビビットパークサイドステーション1番線ホーム2.3番線、ホームプラットホームの壁ヶ島式ホーム2面3線を、有する地下駅。地下1階に、コンコースと改札が、地下2階に、プラットホームがある。 地下2階のプラットフォームは車庫の入出庫時対応のため海岸線では唯一に面三線の構造である。中央の線路はイベント開催時に多数の利用客がいるため両側から車両に乗車できる構造になっている。夜間対白の運用がある。改札口は東改札口、西改札口と海岸線で唯一二つある。両改札口間は改札外でも 地下通路でつながっており、地上への出口は1から3番がある。エレベーターは出口2に設置されており、この出口が三崎公園球技場に近い。駅は兵庫運河に囲まれた十、甲、小の混在地区にあり、周辺の浜山地区は、浜山地区と地区各整理事業が進められ、道路の拡張、公園の整備やその周辺で、新しい共同住宅の建設が進んでおり町の、 様子が一変している。また、前述のノエビアスタジアム神戸が建設され、サッカーイベント開催時には、三崎公園とともに賑にわうことから、駅イメージテーマを、ビビットパーク、サイドスタリオンとした。ホームの対抗壁には、スポーツの持つシャープで、躍動感あふれるデザインを取り入れ、新しいスタジアムや公園への期待感を高めることを、狙った。また、コンコースには、 駅の中心となる中央広場を設け、円形のボールと天井を設けるとともに床にはそれに合わせた円形のパターンデザインとし、柱のデザインとともにエネルギッシュで楽しい空間を演出している。また、その中央にツ積、ポセイドンの彫刻を設置した。城下とも毎時6本の運行。2019年度の1日平均乗車人員は3641人である。 海岸線では、和田岬駅、新長田駅、三宮、花時計前駅、ハーバーランド駅に次ぐ、第5位。開業以降の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。ありがとうございます。